めちゃくちゃ混んでます。満員電車なんで。でもそうですね、満員電車も乗ってるとなんでいるんだよみたいな。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はちょっとプチ対談というか、沢口亮太郎くんとちょっとお話ししていこうと思います。プロフィールが今何歳？今16です。16の高校1年生で、うん、春からここにいます。そうです。で、じゃあ、いろいろ質問させてください、はい、怪我は脊損 で、で、場所が胸です。 T の2、胸から下は完全麻痺で、触った感覚ももうないですね。ない。ちなみに何歳からですか、その怪我をされた？2歳に交通事故にあって、じゃあ自分が、はい、なんていうの、記憶があるとき、思い出すときに、はい、その時からも車椅子とか。でもかすかに若干なんかあります。立ってた頃の記憶は。じゃあ2歳になる、その怪我する前の記憶あります。すごい。でもした瞬間とかはもうほんとぽっかり空いてて、そこら辺はなんか何してたかないんですけど、でもお母さんとかお父さんに話したら、ほんとちょうど1歳になったばっかとか、そのぐらいの時の記憶があります、うん。じゃあちゃんと合ってるんだ、その話が。こういうのあったよねみたいな。そうですね、なんか、すごいね、合ってますね。そっか。小学校は普通の小学校に行ってた。はい、まあ、クラスも一緒で。そうです。まあ、じゃあ体育とかはどうしてたの？なんか特別なルールとか作ってもらったりして参加してました。学校自体はバリアフリーの学校でした、ね、バリアフリーでした。なんかエレベーターもちゃんとついてて、すごいいいところに。それはでもあれかな、もう両親がそうしてくれましたね、めちゃくちゃ。あ、じゃあ自分のなんだろう、もともと生まれ育った地域からを引っ越したって。そうです。怪我してもともと福岡だったんですけど、厚木に引っ越したんですよ。厚木の方にちょっとトレーニングのそのするところがあって、小学校上がるときに本当家から5分とかのところに小学校あったんですけど、階段しかなくて、探して今は千葉県に引っ越して、千葉の、小学校に行って、中学校もそのまま。あ、中学校は僕が小学校卒業する2年前ぐらいに、本当また家から5分ぐらいのところに新しいのができて、そこもすごい綺麗でエレベーターもついてて、小中は全然学校生活では特に困ることなく。友達とか、まあでもどうなんだろうね、小学校1年生だからそんな押したいみたいな、そういう感じなのかな。そう、勝手に押されて学校用の車椅子とかあったんですけど、乗り換えようとしたらもうなくなってたり、誰かが勝手にもう使っちゃってる。それはでもどういう気持ちなの？あ、でも、もう怒ったりもしないです、勝手に使ってみたいな。先生たちからするとやっぱり僕からしたら全然使って構わないんですけど、あ、ダメだよって、めっちゃ怒られて、まあ、ちょっと嫌だったらあれなんですけど、嫌な思いはしたこともある。いや、でもやっぱり普通に街中とかいると、こそこそ話でなんか言われてくるし、でも慣れたんで全然スルーしてるんですけど、やっぱり車椅子の人とも結構あります。でもそれは、最初のは嫌だったんですけど、でも勝手に言っておいてくれればって感じ。でもそれはもう諦めみたいな、慣れから慣れました。でも慣れました。じゃあでもそれ街中でってことは学校ではじゃああんまりなかった？比較的みんな普通に接してくれて、まあ、何も変わりなくて、だから周りに巡り巡り生まれてたから、ね、やっぱそ
そのことで別になんかいじめてくる人もいないし、遊んでくれるし、そこは大丈夫。え、今高校はどんな感じ？今インターナショナルスクール、新宿なんですけど。え、一人で通ってる？はい、電車で行ってます。新宿って大変じゃない？めちゃくちゃ混んでます。満員電車なんで。でも、ね、満員電車も乗ってるとなんでいるんだよみたいな、まあそれは仕方がないなって思って乗ってるんですけど、歯みたいな目ではよく見られてます。じゃあそのインターナショナルスクールでも特に別に嫌な思いとかはしたことは、まあ、しないですね。全然普通。みんな普通です。でもみんなやっぱ大学生とか、あ、そか、年が2つ3つ上なんで、向こうも気使ってくれてるのかな。でも僕も年上の方たちだから気使っちゃうしって感じで、なんて言うんだろう、中学校小学校みたいな関係の友達はできないですね。車椅子乗ってるっていうのもあるのか、ちょっとなんか気使われてるような感じはします。でもそこで友達作んなくても、別のところで作ればいいかなって思ってるんで、しかも授業受けて帰るだけなんで、一緒にやっぱ宿題とかもしたり、ご飯食べたりしたいんですけど、本当はだけど、やっぱり店とかも階段とかあったりするじゃない、だからもし行くってなっても合わせてもらうのも面白いな。そこは我慢っていうか、聞き方がね、なんか難しいってあれなんだけど、はい、私はさ、1年半、まあ、約2年くらい前に積層になったから、まあ、健常者の時の、はい、楽しさとか楽さとか、まあ、何もね、気使わずにいろんなお店に行けるとか、いろんなことができるっていうのにもう慣れてた、から、車椅子になってもそれができなくなるっていうことがすごい不思議でたまらなくて、諦めたくないっていうのが私はすごいあるんだよね。なんで車椅子になったら我慢しなくちゃいけないの。本当にでもね、なんか階段がめちゃくちゃ急で2階にしかお店なくてめちゃくちゃ狭くてっていうくらいは諦めちゃうけどね、本当1階で数段あってとか、なんかそういうところとかいけないのなんでかなっていうのはちょっとすごいあるの、やっぱり。ああ、僕はでも強引に行っちゃいます、結構無理やり上がって自分で段差も、まあ、だから友達とかもね、いやいいよいいよみたいな、持ち上げる持ち上げるみたいな感じでいてくれてるから気兼ねなく、一応調べるけどね、やっぱりトイレの感じとか、はい、まあバリアフリーとか、なんか分かんなかったらお店に電話とかするけど、まあ、でもあんまり2、3段とかでもう諦めないようにするし、でも全部畳とかだったらちょっと諦めるね。なんか畳で入ってもいいっていうところもあったりするから、そこはあれだけど、怖がりしかないとかはうーって思っちゃった気があるんだけど、疑問を持ったことはないの。なんでこうなんだろうなとか、なんで僕はこうなんだろうっていうよりは、車椅子の人はこんなに不自由な思いしなきゃいけないんだろうとかっていうのを思った時はある。車椅子になった以上やっぱりそういうことはあるし、本当つい最近なんですけど、新宿の紀伊国屋の本店行った時も別館に買いたい本あったんですけど、階段しかなくて買えなくて、結局わざわざ行ったんですけど、なんか飲ませずに帰ってきたんですけど、どうしてって言うよりは、なんかもうこの環境に慣れてるのか、どうやったら自分がそこに行けるかっていう、例えば友達がいたら持ち上げてもらうとか、最初言ったように車椅子になったりじゃそういうことはあるっていうのがあるんで、でもなんか僕だけみたいなのはあんまり正直バリアフリーになってほしいなとか思う時はある。それはめちゃくちゃあるこの前思ったのが、新宿っていうもう本当東京の大きい街で、しかも紀伊国屋っていう大きな本屋さんで本店だし、あんなに人が来るのに
なんでないんだろうっていうのは思いましたね。なんか大丈夫かな、大丈夫かなっていうより、そのやっぱ東京オリンピックパラリンピックでいろんな人たちが来るから、ベビーカーの人だっているし、車椅子の人だっていっぱい来ると思うんですけど、本屋さん行きたいっていう人いてもやっぱり行けないじゃないですか。それは本当に何だろうと、どういう感情なのか分かんない。なんでないのっていうのは思いましたね。テニスをやってて、はい、海外遠征は結構行きますよね。まだそんなには行ってないんですけど、でも、どう日本との違い、全然行けないところがない。困ってても助けてくれる人、でも日本に比べたら全然でもバリアフリーは整ってるかなっていうのは。まあ、日本に比べたらバリアフリーが整ってるの、建物とか。そうですね、なんかスロープあったりエレベーターあったりとか、そういうのは結構、アメリカに昔いたんですけど、その時のこととか、テニスで行った時とか考えたら、やっぱりでも個人的には日本よりは生活はしやすいかなって思います。テニス何歳からやり始めるの？テニスっていう競技に興味を持ち始めたのは多分小学校入る前ぐらいなんですけど、スクールとか通ったのは確か2年生とかでした。きっかけは何かあったの？きっかけは、国枝選手の選手の北京ですか、そこを見てからやりたいなって思って、昔は1位だったんですけど、まあ怪我してて全然テニスできてないんです。やっぱり周りのみんなもすごい強いし上手だし、でもどう、その何だろう、スポーツ選手だからね、強い時があって弱い時、弱いとか負ける時があってっていうのはあると思うけど、でもやめたいとかさ、なんかっていうのは思うのかな。テニスはでも好きでやってるんで、嫌になることはあるんですけど、でもやめようとかは楽しいから、一番だなって。やっぱスポーツやっててよかったなって思う時ある？やっぱり友達がたくさんできたのもすごい嬉しい、体を動かすのが昔から好きだったんで、それを続けられてるのはすごい嬉しいなと。テニスとしてはなんかでも目指すところはあるんですか？今まで一緒にやってきたみんなと、怪我してて今も2年ぐらい離れてるんですけど、そこにまずは戻って代表のにもう一回戻りたいな。そういう目標があるから、でもやっぱリハビリもね頑張れるわけだよね。そうですね、モチベーションが。そうですね、最後の方なんだけど、やっぱ私 YouTube してて、子供さんが車椅子とか障害ある人から連絡とかもらうんだよね、将来子供がとか。でも私はそこを通過してきてないから分かんないんだよね、その、まあ、いわゆる思春期のところが分からないから、なんか、なんだろう、アドバイスとかを子供目線から親にとか、ね、いろんな思いがあるから、それが正解ってわけではないんだけど、やっぱり僕のお父さんのところにもそういう連絡が結構、やっぱりでも親からしたら、親じゃないから分かんないんですけど、気持ち的には絶対下がるし、なんでうちの子がってなるって言ってるんですけど、他人事かもしれないんですけど、言い方的になってしまったからにはもう頑張ってリハビリして戻すっていうのもあるんですけど、でも車椅子になったらなったなりにできることも多分たくさんあるから、そういうのを子供のために頑張って探したり、一緒にやったらすごいいいかなっていうか、そうしたら子供としても親としても多分前向きになれると思います。お父さんとかから、あれ行こうよ、これ行こうよ、こういうのあったよって多分いっぱい言われてきたんだよね、過ごしてきてもらって、だからそういうのもやっぱ嬉しかったです。なんかやっぱりでも経験いろいろできるっていうのは自分にとってもすごい嬉しい。
そういうことをすると今度は自分からこれやってみたいとか、うん、そういうのも増えていくから、うん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 、やっぱりなんかやってみることが多分一番なんか、うん、そうだよね。そう、まあ、そうね、それはまあ小さくなくても途中からだったら私もそう思う。やっぱいろいろやってみないと分かんないなって、うんうん、今日は、はい、ありがとうございました。Cause you're beautiful.